お前じゃなきゃダメなんだ。随分と高く買われたものだ。これはイオマスだな。ああ、あのワンコ。バルオリ様、よくぞご無事で。これを見ると魔族のエネルギー弾も以前のものより威力が上がってることが分かりますね。でしょ、本気で戦闘する気満々なのよ。それでバリアの強化ですか。コアブリッド打つ時もバリアをキープしたいの。前はそれで丸裸になっちゃってソフィアちゃん傷物になっちゃったから。ねえケン様、手伝ってよ。情勢はかなり熾烈になってますからね。分かりました、やりましょう。はあ、目標投資費10倍。次の出発には間に合わせないと。すぐには出られないよユース、今ぐちゃぐちゃだから。混乱してるでしょうね。そういえばプリムさんが軍に入ったのはなぜです？ユース君のような理由でもあるんですか？ないよ、私ずっと一人だったし。でもなんかしたかったの。メカニックでなら私も戦える。メカ好きって便利だよ。ストリートでも軍部でも食べていけるでしょ。あ、ストリート？俺、魔族は全部滅びてしまえって思ってました。こんな時代にしたコアの光虫ってやつも嫌いでした。この時代は異界王が作った時代で、光虫に戦わせるのは責任を取ってもらうためだって。続けて。艦長や前様と会って一番悪いのはダンだって分かったんです。異界王を倒したのはダン君だからね。でもダンを見ているうちにいろんなものが見えてきました。例えばどんな？魔族といっても全部が全部ひどいやつってわけじゃない。ダンがいなかったらルガイにもバローニにも会わなかった。みんないろんな考え方をしてる。魔族も人間の一種だしね。自分でもどうしたらいいのかわからないんです。すごく心がざわざわして嫌な感じがして。今までの常識が壊れちゃったんだね。はい。無理もないよ、僕も同じだった。異界王との戦いが終わった後、自分たちが守ったものが何なのか分かってきたんだよ。艦長も同じことを言ってました。平和を守ったなんて言うけど、目に見えるものだけが全てじゃない。異界を経験したからこそ地球の歪みが見えてしまったんだ。君は今魔族も人間だったことで動揺している。知った以上その事実をどう受け止めるか、君自身との戦いだよ。あなたが目に見える世界だけが全てじゃないと気づいたように。それを超えた時、君の魔族への憎しみはどうなるのか僕は知りたいね。スズリさんたちは、光主の人たちはどうやって乗り越えたんですか？見えてしまったその歪みを。僕は世界と自分からコンタクトした。他のみんなには君自身が聞いてごらん。極点が消えたとはな。これもリセットの影響だな。神殿の手がかりはつかめたのか？残念ながら未だに。調査を続けろ。人間よりも早く見つけ出さねばならぬ。はっ。これは内密に陛下にも知らせてはならぬ。御意。フローラ、魔光殿には慣れたか？こうしてフローラを拾っていただいて嬉しく思います。拾ったわけではない、押しかけてきたのはお前だぞ。ああ、はい、そうでした。うん、良い風味だ。お前の入れる茶は実にうまい。ありがとうございます。行け。あ、はい、ごめんくださいまし。はてさて、まずいことになったものじゃ。極点のことか、それともあの娘のことか。どっちまだ。なんの、極点消失は人間側も掴んでいるだろう。12級 X レアも神々の砲台も見つけたもの勝ちじゃな。フローラのことも案ずるな。
最も知りたいであろうことはあやつの前では話さん。ではなぜ泳がしている？バローネだ。え？バトルスピリッツに長けるは戦略に長けるということ。うん、一理あるな。フローラはバローネの意のもとにここに来た。使い方は心得ている。お行き、あの方のもとへ。フローラ。ルクレチア様。背中が無防備すぎる。ついてまいれ。フローラパフュームを連れてまいりました。女王陛下。魔族。バローネの旦那に会いたいだろう。あんた誰だ？イザーズってカードバトラーさ。俺もザジのやり方は好かねえ。やっぱりローマはバローネの旦那のもんだ。バローネ組だったのか。ああ、あんたに頼みがあってな。これは？ブレイブキラーが大暴れの今、バローネの旦那にはこいつが必要だ。旦那に届けてくれ。なぜ俺に？ザジに仕切られちゃ俺は動けねえ。あんたの方が目立たねえんだよ。まだ痛むの？スズリのおかげでかなり楽になったけど、時々鈍い痛みがね。無理しないでね。無理しなきゃ戦えない時もある。異界王との戦いはまだ終わってないんだ。俺が作る時代だ、忘れるな。異界王最後の言葉だ。あいつが消えてからの方が苦しかったじゃないか。グランロロよりも俺たちの世界は。いい、何も言わなくて。分かってるから。だからこの時代に来てあなたは絶対に逃げないと思った。でも背負いすぎて潰れないようにってずっと祈ってた。マイやクラッキーが俺を信じてくれたから俺も自分が信じたようにできた。信じた甲斐があったわ。なんか大人になったよね、ダン。バローネに話すあなたを見てそう感じたの。安心しちゃった。なんだよそれ、相変わらず上から目線だな。どうした？対ブレイブキラーデッキどう？ああ、難しいよ。下手に組めばデッキが回らない。ブレイブにこだわればノバの餌食になる。あんな無様な負けは二度としない。次のバトル最後まで立ってるのは俺のライジングだ。こんな俺も人間なんですかね。だが俺たちは魔族として生まれた。これからこの真実とどう向き合うかだ。おや、フローラ姉さんの礼。バローネ様、極点が消えました。ジェレード様はこの大地すらも利用し、今まで同様に陛下には伝えておりません。この世界が私たちを滅ぼそうとしているというのに。この目論見の先に何があるのかまたご報告します。陛下も知らないのだ、俺たちが人間であると。リュックの旦那も暴れてる場合じゃないと思うんですがね。今度は俺が陛下に会う番だ。腕大丈夫ですか？ああ、なんとかな。あの、バトルするなら俺相手します。緑のブレイブ武装長スピニード・ハヤトはアタックステップ開始時に移植を指定し、
指定した色のスピリットにブロックされた時回復する強力なブレイブだ。夏も秋も冬も春もそれは熱い扉でもしょうがない。アンサー感じて伝えろ。アンサー饒舌なホテル。そりゃ魂と魂の強いエッパシーは胸汗かいたんだったらもっと詰めろ。だったね言葉らの傷だらけ愛されたユース、お前とバトルするのは初めてだな。お前に俺のカードと俺の言葉で魔神ダントはどんなやつか見せてやる。俺が戦う理由、戦い続ける意味、俺がこの世界でできること、そしてバローネが、女王ギルファムが、ゾルダーが、スズリがそれぞれのできることのために動き出す。次回バトルスピリッツブレイブライジングアポロドラゴン対メテオブルム。ユース、俺みたいになるの。